占い師来い。しない場合、余っているこれ買ったらプテラさん動画してくれるぞ、これ。占い師来い。あなたの役職来た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 夜が好きを持ってる、これ。ターンに入ります。2番のプレイヤーが発言します。はい。まあ一番最初で結構良かったかなと思ってて、まあ自分信仰論と、霊能ないの使いして申し訳ないけど、霊能者2の1で出てほしくて、メリット言いますね。例えばみんな3番さんが怪しい怪しいって言って3番さん釣られそうで、3番さんが霊能使用で逃げなかった時って3番さんの狼ってかなり薄いんよね。その理由って占いに狼が大体出るから、3番釣られたら応答で占いロラで終わっちゃうから結構霊能使用で逃げる。そういう情報も落ちるし、まあ例えば3番が人狼で実際霊能使用で逃げた、新霊能が出た、で、教授も霊能に出たら全人が留守なっちゃうんで、もうメリットしかないんだよね。だから2の1で出てほしいかな。自分の精査は、大丈夫なんで、自分、1周目、2周目でもちゃんと盤面精査はできるんで、ぜひね、霊能者2の1で出てほしい。3番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。村人陣営でした。すみません、なんか、ルルス選手に Wi-Fi 切ったら、あれが、電波あれで助けて、すみません、最初多分接続切れになってて。まあ、2番さんに関してはなんか、まあ、じゃあ僕怪しい発言しちゃおうかなって感じですけどね。なんか、それで村で置いてくれんだったら、まあ、それでいいのかなと思うから、なんか逆に穴があると思ってるけど、まあ、わかんないけどね。それで怪しくなりに行った人外を、今のさんは普通に釣るのかもしれないけど、まあ、聞いた限りでは穴あるなと思って、あんまその進行は良くはないかなと思って、まあ例の2番さんの位置で出るかどうかっていうのは勝手にすればいいと思ってますけど、え、勝手にしてください。4番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。村人陣営です。使用特にございません。2番さんから印象を語っていくと、2番さんがその信仰論を言うことで、占いに信教が出やすくなったと思ってるんで、霊能信道も3番さんが逃げようとしたときは考えますね。3番さんは ただ単に2番さんの意図全然汲み取れてない人物かなとは思ってるけど、3番さんが怪しくなったときに3番さんを、霊能で逃げることをなくすっていう信仰論を2番さんは言うてただけやからね。怪しいこと言ってたら、そりゃ当然釣り位置になりますよ、3番さんっていうところかな。僕は初日はね、白いところ拾えない人間を釣りたいなとは思ってるけどね。白いところ全く拾えない人間、人が有利やっていう人おるけども、それでなんていうの、拾い方がおかしかったりする。5番のプレイヤーが発言します。はい、まあそうだな、まあ、2番さん、3番さん、まあ、4番さんもかな、まあ、まあ4番さんもですね、まあ、2周目のそのグレース聞かないと、まあ、分からないっていうのは正直なとこなんですけど、そうやな、まあ、3番さんに関してなんか思ったことを素直に言ってんのかなぐらいしか思わなくて、2番さんのはもうなんか思考の違い的な感じなんで、あまり触れたくはない、僕はあまり分かりませんでしたと思ってますってぐらい。4番さんの3番さんの指摘は、なんか微妙だなって感じ。間違ってない気もするけど、なんかいろんな盤面があると思うんで、まあそれだけじゃないかなとは思ってますってぐらいかな。はい、だからどうなんやろ。まあ特にあれやけど、まあ4番さんが一番印象悪いっていうぐらいかな。はい、一番印象悪いかな、そんな。のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。特に塩はないです。2番さんがその位置で自分は考察できるから任してくれ、そこ2番の位置で出てくれってお願いしてるんだったら、別にそれに乗ってあげればいいかなと思うかな。だから僕は2番さんに賛成です。4番さんがおかしいかなと思ってて、4番さんはまあちょっと防御線を張っていたところはあったんだけど、初日に白を拾えないところを拾えなかった人、例えばそれって6番からして3番さんが白かったな、
で、言えなかった人を釣りたいってことだよね。4番、そんな黒かったかな。で、まあ、それに対して自分自身で、狼要素と取られる、狼有利と取られる進行論ではあるんだけどっていうふうな、まあ、防御線は張っていたにしろ、僕はその通りだと思っていて、防御、狼有利かなって思うかな。まあ、4番さん自身で、その白要素の取り方が雑になるっていうふうに言ってたけど、でも取れない、だって僕は今現状、わからないよ。2から5番まで聞いて、全然わからないから、どれが白良かったかっていうか、わからないから、難しいよね。自分自身が村だから言えることだ。これ、テラさん、オカミ厄介やな。プレイヤーが発言します。でも、若干前ですし、今んとこね、違和感、4に違和感ないんだよな。2番さんとかにも。2番さん言うなら、もうね、2でドン進行する、ドンって。もうね、占いも霊能も役もドンって出ればいいんだよ。あの、カレード以外。それ言ったら出ないやん。でも、出る。言わんでほしかったな。やばいな。もう、ドン進行でいきましょうって言えばいいんだよ。全然出る可能性高いんだよ、これ。それから平和丸。平和丸が強いと思ってないからな。いや、5、3じゃない俺、違和感。3って、キャパが小さいでしょ。2の言ってる意味がわからないと。あ、3が村かどうかがポイントだと思うんですけど、4、5、6。だから、5、6が4釣りが分かんなかったと言っておく。6は4以外怪しくないのかなって感じかな。8番のプレイヤーが発言します。まあ、ぶっちゃけ2から7まで、そこまで色落ちはしてないですね。別の、4番の言う通り、まあ、3番は2番の言ってることを汲み取れてない人物ではあるんだけど、別にそれは黒要素ではないかなって自分は思ってますね。まあ、なんか新しいことやってみてもいいんじゃない？なんか2の1でドン進行とか。やってみてもいいんじゃないかな。面白そう。うん。いや、なんか正直あんまり不毛な、こんなこと言ったらヘイト溜まっちゃうかもしれないけど、2位から7まで別に議論は発展しないと思っていて、なんか不毛な、あれだと思う。やっぱり占い師とか出ないと、もう議論発展はなくて、なんか1周目が無駄になりそうだなって思ってますね。まあ、単純に3番は2番の言ってることを汲み取れてない人物なだけだと。9番のプレイヤーが発言します。対戦者重視でやっていったらいろんな発言ができると思っているから、8番に関しては何せですかと思ってて、単体進行していきますね。2番の発言の進行はどうでもいいけど、占いに関しては狼が大体出るっていう発言だけ、そこですね。3番に関しては浮き位置、4番に関してはいい指摘してるね。俺と同じ目線で2番のその発言に対して捉えてて、4番はまとも位置なんで絶対4番を占うべきだなと思ってるし、今日の釣り位置はないと思ってる。それぐらいですね。5番に関しては2、3、4全部一緒くたにした人物っていうのはその目線がようわからんかったっていう感じぐらい。6番はさらにクエスチョンっていう感じで、7番ドーンの話でしょ。8番もドーンっていう話、それぐらいですね。だからおのずと、浮き位置とか釣り位置まとも位置っていうのは出てくるし、占い位置っても出てくると思うけど、だから8番は全く成果せんことなんだって思ってはいるけど、多分それでドンを飲んでるってことは8番役臭いなと思ってるから、それはですね、追事に関しては言ってる通りぐらいかな。1番さんどう思いますか？1番のプレイヤーが発言します。はい、まあ仕様ないんで、まあかからずともドン進行になりましたね。まあ自分はちょっと4番さんに違和感は感じましたよ。4番さんのその白要素拾えない人が人外って言うけど、4番さんも2番さん、3番さんからは白要素拾ってないわけでしょ。まあ、ただ4番さんの3への指摘は自分はいいなと思ったんだけど、まあ、ただ3番さんも穴があるっていうのは、ああ、なるほどなと思った。2番さんの進行のね。ただ、まあ、霊能2周目に出た方が、っていうか、盤面が、人外は盤面固めたがると思うから、自分は2番さんからは、若干だけど白要素っていうのは拾ってるし、まあ7番さんからも若干の白要素を拾ってる。まあゾーン進行がいいのかどうかは知らないけどね。まあこれ場面揃ってからじゃないですか。まあ現状ちょっと違和感感じたのは4番さんって言っときます。2番のプレイヤーが発言します。はい、マジか、平和か、太鼓出ないのか。くそー、太鼓出ないときついんだなぁ、これ。
78か。まあちょっと明日78行こうか。俺9番さん白いかなと思った。俺8番さんなんかヘイトを変えたくない感じめっちゃあったなと思ったんよね。で1番さんが最終便乗で4番さんにめっちゃヘイト集まってるとこ釣りをしてるから、1番さんかなり便乗位置だなと思った。どうしよう、5番さんから4釣り押し、6番さん便乗、7番さん便乗しなかった、8番さん釣り位置言わなかった。まあこれ完全グレランの方が情報落ちるんで、まあグレランにしてほしいかな。まあ自分釣りたくないのは9番さんと5番さんかな。まあ5番さんは最初に釣り位置言ったんで、それから便乗しているから、多分便乗位置に狼いると思うから5番さんを弾いてる、9番さんの精査良かったから9弾いてるから、うん、361ぐらいが怪しいかなと自分は思ってる。まあ明日78決め打ち行きましょう。だから霊能者ちょっと頑張ってほしいかな。3番のプレイヤーが発言します。はい、78の内訳とか、まあ新境だったんだけど、二路一とか全然わかんないけど、まあ一番釣ればいいかなと思ってますね。5番さんって、6番さんはわかんない。5番さんは4番さんの、なんだろう、何に引っかかったのかがよくわかんなかった。だから4番さんの話聞いて、あ、そういう深い意図があったんだなってわかってから、まあいいや、1番の話に移るけど、だから4番の話納得できてるんだったら、3番の話って別に、3、4比較したときに、なんか4が怪しいにはならないと思うんだけどね。わしは9番が4番のことをなんかいいって言ってるから、1番視点でどっちにしろなんか、4番に目線だけしか目線いかないの変だなと思ったから、まあ1番でいいかなと思ってます。今んとこ。まあ、ただ、まあ、2周目あるけど、例のわかんないですよ、僕。うん、6番さんは完全にわからない。5番さんは、その4番さんの、なんだ、どこ城を置きできなかったら、従来だみたいな発言に引っかかったのか、なんか3番が2を汲み取れてないっていう話に引っかかったのか、どっちなんかようわからんから、うん。ただまあ4番9番の話聞いて俺は納得できたから5番も2周目って感じかな。現状釣りたいと思ってるのは1番くらい。以上です。4番のプレイヤーが発言します。うーん、やとしても1番っていうのは盤面上何かしら使用しやすい位置にいると思うけどな。例えばローであって占い使用するとしても、偽物が出た後出ました、もう一人出るかもしれないのでちょっと遅らしました、全然言い訳通用する位置やと思うんで、2番さんも7、8は心境に見てるわけでしょう。要はやったら3番が1番行きたいっていう指摘ってあんまり全然良くないと思うけどね。確かに2番さんの言う通り9番は釣りたくないんですよね。僕は9番からは村要素拾ってる。8番に対する指摘、7番に対する指摘、まっとうやと思ってるんで。8が特にナンセンスやったとは思います。1周目は。そこまで来てね、その考察やと多分8番に変化が。4白じゃなかったらね、4釣られそうになって、やってなかったら村をしようと思ったけど、逆に。4が釣られそうになってるのが厳しい、ね、から。まあでも多分7番、8番にヘイトが向けへんとしたら7番に向くのよ。この時に7番も8番もどっちかっていうのは多分強靭やと思ってるから、僕はグレー詰め推奨ですね。で3番さんの1釣り押しがおかしかったんで、3、5、6どっかから釣りたいですね。以上。いや、1黒かったやろ、4目線。のプレイヤーが発言します。最後便乗で4釣りをしてるから、はい、まあ、まず伝えておきたいのが、多分2番さんと7番さん勘違いしてるんですけど、あの4番を釣り位置にはしてないんですよね。俺あの2、3、4、2周目のブレースキーを聞かないと分かんないけどって前置きしてるんで、印象が悪いって言っただけです。
分かりにくい言い方してすいませんって感じなんですけど、だから、なんすかね、手は行きたくって、あの3番さんに4番の何が引っかかったのって言われたんですけど、あれなんですよね、4番さんって3番さんが怪しいこと言ったら釣られるよって言ってたんですよね。3番さん怪しいこと言っちゃおうかなって言って、言ってたけど、例えば、霊能2で占い2になった時って3番さん釣ることないんで、だから、盤面、いろんな盤面があるって言ったじゃないですか、一緒に。だから、普通3番話聞いてねえなと思ったし、6番に関しては、対抗じゃないと対抗負けてるんよ、俺、占い師の時。6番ってもう4番を叩きに行ってたから、あれっては思ったかな。と、あと、6時点4に違和感入れたんであれば、多少なり5番の印象って良くなるんじゃないかなって思ったのもあるから、6番も変だなと思ってて。まあ、1番さんに関しては、まあ、色落ちてないかなってぐらいにしか俺は思ってないですね、はい。9番さんのことをやたら白置きされてるんですけど、占い1回しかできないからね。まあ、わからんけど、おそらく白なんだろうと思ってるけど、9番さんに5番が2、3、4を一緒くたりしたって言われたのは、全然違うから ね、 からね、はい。3から6番のプレイヤーが発言します。今日グレー釣りですか？グレー釣りないでしょ。今日は僕は8番と7番どっちかから釣るべきで、明日ローラー完遂まですべきだと思いますよ。あと、2番さんにちょっとあなた死んで、一泊してるけど、ちょっと、言うと、9番さんと5番さんの評価が上がってる意味が全然わからないですね。僕、9番さんが、良かった点は、8番さんへのグレース精査の甘さの指摘のみだったと思うから、9番さんって、何言ってるか全然わからなかったんだよね。5番さんは2、3、4を一緒くたにしたのがわからなかったって言ったけど、5番は4番に対して殴っていたと思うから、これも違うし、それで6はクエスチョン、7、8、ドン。これしか言ってなかったと思うから、9番って、で、その後に、釣り位置は、まあ、さっき申し上げた通りですって、いや、どこよって思ったよね。5番は2、3、4、一緒くた、6番クエスチョン、7、8、ドン。これでどこのことを釣り位置に上げてたのか全然分かんなかったな、9番さんは。だからそれで印象が上がってるのか分かんないし、この盤面だったら、盤面的な精査で9番さんって狼っぽくないっていうのは変かなと思うかな。1番さんは占い位置だと僕は思うけどね。だから、今日の釣り位置ではなくて。だからなんか、3番さんって1番とか殴りに行ってたけど、いや、1番釣りってもったいなくない？ 1 番釣って色見ても、7、8番さんでどっちがするか、例えば黒が出たとしても、パンダになった場合って分からないわけだから、1番は、強靭否定はできると思うから、その位置でさすがに出ないというのはおかしいと思うから、占い位置でしかないと思うんだけどね。で、9番の評価が上がってるのが全然分かんなくて、7、8ローラーが丸くないと思うんだよね。あと、騎士出ないの？騎士もない。いや、今日6からでいいんじゃないでしょうかね。6が提唱するのであれば、騎士出して騎士出して2番さんの占い値減らすっていうのないとダメですよ。78がするって進行であれば。78が心境であれば、絶対騎士出して詰めないと2番さんの占い値減らないからね。78に新ローであればいいですよ、ね。9が騎士やろ。8番さんがローであればいいんだけど、78が新境の場合って、78詰めたって、明日2番さんだって1回しか占いないんですよ、6番さんって思ってる。6が強だと8ローなんだけど、6っておかしくね？で、6強否定にならないかね。6が強で78にローいて78詰めないでしょってローはないですから。いや、これプテラさん釣られるんじゃね？で、1番さんは盤面上ないんじゃない？ 6 番さんの言うので1個いいとして。であれば1番さんって人外要素ちょっと減るかなと思ってる。やっぱ3番だって5番さんって結構ヘイト向けてるからね、みんなに。36ランでいいと思います、私。ちょっと、9番さんからはあんまクロ要素を拾ってない。1番さんからもまだ拾ってないんで36提示します。36人気投票ですね。5はちょっと人眼目ちょっと低いかなと。8番のプレイヤーが発言します。いやいや、騎士って裏前値も入ってないってことやろって言っ
ところだよな。なんか4か5か9が基地なんや。なんか7番が巨人だったら、7番が巨人だったら占い全員じゃないのかな。7番が巨人だったときに、まず、まあ、いや、自分は今日1番がいいんじゃないかな、一番が悪いんじゃないかなと思っていて、1番って、まあ、遠方で占い師をできたでしょっていうのは、なんか誰か、4番かなとか言ってたと思うけど、まあ、私とかがさ、鈍進行にしようよっていう流れを提唱してる以上、まあ、出れないと思うよ、多分。まあ、遠方に仮に9とか1とかに人狼いたとしても、出れないんじゃないかな。あ、そこまでなんか鈍進行で行こうよって言って、9番も、なるほあ、ど、じ7、8の意ゃあ、見はどうなのねとかっゆて、なんかかり鈍だ進と。行を飲み込んでる流れができてる中で、出れないと思うか、なんか1番いがや、遠方だっ狂たら人出初るんじゃ日ない釣らかれみちたいゃな、ダそのメ顔だ面よ。精査はあんまり狂通用し人なだっいかたならっレーて思っロてラって、てか言わないつ、やろ。結構1番ってあんまりなんかヘイト買わないような動きをしてるなとも思ったりもしましたね。ただ6番の言ってることは真っ当ではないよ。今日は、2番差のためにグレー幅、あ、アニョお姉さん、占ゲッいト幅あをりが狭めとう。るべきだと思うから、まあ、自分はだから本当は騎手も出て、グレーを詰めて、2番差の占い師狭め、9番のプレイヤープレイがヤーが発言発し言ましす。ます。まあ、本来は一本指定っていうのは良くないと思うけど、6番で構わんと思ってるよ。2番が言ってることっていうのは汲み取ってやれよって思うけどな。5番と9番ついたくなくて、グレランでいいって構わんって言ってて、6番のやってることって書き乱してるだけだから、言っちゃ悪いけど。はい、それぐらいですね。もう脳死6番で構わんと思ってますね。3番は1日目の1周目は若干浮き地だったけど、6番が甚だしすぎるっていう感じかな。5番の発言もちゃんと聞いてるよ。2番と3番、4番含めて3人がようわからんっていう発言を5番残してて、まあでも4番は悩んでるあたりに関して悪くないなと思ってるから、まだ5番許せたけど、6番が言ってることはクエスチョンだったけど、それぐらいですね。私ちゃんと精査してますけど、唯一1番の発言だけは1日目の1周目は聞いてないから、最初発言者に関してはどうするかジャッジは2番に任せるけど、まあ本来であれば平和だったら1番釣って他をっていうパターンもあるかもしれないけど、まあ1番占ってもらえばいいかなとは思ってはいるけど、はい、それぐらいですね。で、ちなみに2番4番とか、まあ8番7番とか9番に対して一切ヘイトも向けてなくて狼もなくて、9基そ地のあ9る番にから対して触れね。てる時点が何だと思ってるし、5書き級乱してはどう基す地のあと思っるてるけかどら。ね。6番は占い地でも何でもなくて釣り地です。はい、それだけは言っときます。あと何言おうかな。7番と結局8番。あ、もっと言っとくよ、6番。7、8なんか絶対にないからね、言っとくけど。2番の言ったように決めてばいいと思ってますからね。そこまでは言っとくわ。はい。まあ、1番のこの発言を聞いて、2番自身が1番疑わしいと思った2番を占おうが、1番を占おうがどうこうしても構わんと思ってはいるけど、申し訳ない。6番さんもう単体であなた1本指定しかできません、私は。はい、以上。1番のプレイヤーが発言します。まあ、グレー詰めた方がいいとは思ってるんで、占い幅狭めた方がいいっていうところはね、まあ、ただ6番さんは今日は1つらなくていいんじゃないかっていうから、印象は自分視点ではいいんだけど、初週の4番さんって、白要素拾えない人が人外っていう思考でしょ？で、俺は2番さんの、からわずかだけど白要素を拾っていたんで、それを拾えない4番さんってどうなの？っていう話で、俺は少なくとも4番さんを疑う視点を持ってたんだけど、8番さんって自分が平等を変えたくない動きを見せたからって言ってたけど、どんな視点って思って。出方で言うと7番さんの仕様が遅かったんで、あ、7、偽なのかなって思ってたんだけど、発言聞くと、やっぱ8が偽かなって思ってしまいましたね。3番さんか、6番さんか。あ、まあ、俺は今日、全プレイヤーの発言が終了しました。1、5これから、かと、私は怒っているのだ。な。プテラさん、そんなに露骨に人外みたいな動きするかな。プテラさんと俺あんまやってないからフレースタイルがよくわからんのね。わ、プテラさん釣られてるやん。3投人票がが終了し1ましか。た。追放されるプレイヤーは6番の遺言を発表してください。いや、すごいことをするなぁと、すごいことをしますね、本当に。
これグレーを詰めている段階で2番さんがあれだよね、グレー位置を減らしたいからっていうことだよね。僕が騎士じゃなくてよかったね、本当に皆さん。僕騎士かもしれないよ、騎士だったかもしれないけどなんで皆さんは騎士出さないでグレー詰めをしてるのかなって思ったら、だから僕は騎士出ないのって言ったけど、まあ、7番はなんかそれを聞けなかったのかわかんないけど、騎士出ないんだったら7、8釣るしかなくないと思うんだけど。で、釣るにしても1はないよねって話ね。だからなんか、いやすごい、まあ、僕はね、自分が村だから、別にしょうがないとは思うけど、まあ、せめて騎士じゃなくてよかったとは思うけど、いやなんかすごい釣り方をしたなって。にしてんでも、だから今からでも出ても よくないと思うんだよね。だって2番さんって占い位置を狭めたくてこの進行を取ってるんでしょ、騎士を占わない自負があるってことか。まあそれは、そうそう、まあそうか。でも俺の怪しい。まあなんか9番が言ってたけど、2番に協力してあげればいいんだよ。それを乱してる6番を釣るっていうのは、まあもしかしたら村の総意的に、もう2番に全てを託して、2番さんが騎士を占わない、かつ、狂人も占わない。ね。村一を見つけるってだったらば、こういう思考なんか人外なんか。あんまり村総意でこう理解をし合えなかったなと思ってしまったから。夜が更けました。人狼に気をつく占い師の方は。いや、プテラさん、今日だったらうまいよ。プテラさん、今日だったらうまいね。あの発言、占い師を多分6釣られなかったら、狂人ないから占いするよね。占った対象は、あ、白か。1白か、1最後それで便乗したんだ。やば。まあけど、8つるかな、多分。夜が更けました。昨夜は誰も死にませんでした。あ、ユンユンさん、花さん。入ります。2番のプレイヤーが発言します。あ、1番白でした。6白か。どうだろう。俺も騎士出さなかったのってね、多分俺が釣り位置に上げてないとこに騎士がいるとは思ったね。だから俺3、3、6、1ランにしたから、多分ここには騎士がいないと思ったんよね。だから9と5とか4って騎士位置だから、ちょっとそこ占いは避けて、まあ、1占いが安牌かなと思って1白。まあ俺がどっち釣りたいって言ったらそっちに集まるから俺は言わないけど、まあ入れようと思ってるとこはちょっと決めてるかな。まあワンチャンニグッチョブ狙ってほしいから、騎士潜伏してるから。まあ頑張って7と8絶対に芯がいるから、ちょっとグレー精査と芯取ってほしいかな。ちょっと釣り位置はない、それ言ったらちょっと陣が直せられるから、1白。3番のプレイヤーが発言します。え、僕は別に言っていいんですよね、釣りたい方。7番釣りたいなって思ってます。はい、なんかまあ1番白だったけど、まあ、1番が出なくて占いもらいに来た狂人っていう説もあるし、まあ、8番が言ってたけど、そもそも2から9までの段階で鈍進行だって話になってるのに、1番が出なかったから盤面白とかないでしょ。で、1番が一番確定人外だと思ったんだけど7番も7番で、なんか1番をするのがおかしいっていう理由で、なんか俺に視点向けてきたでしょ。で、1番の話怪しいとこないって、なんか俺の1番釣りたいっていうとこしか聞いてないでしょ。7番って7番にせでいいと思います、僕も。はい、ちょっとあれですけど、ね、はい、気に食わないんで7番釣りたいなって思ってる。だからもう合計は分からん、合計は分からんよ。まあいっか、まあ僕の引き締めはつけてると思うので いいんですけど、いや別に俺もなんだろうな、1周目の段階7、8の神経なんかついてなかったからさ、
6番が7、8から行きたいっていうのが、かき乱してる人がいて、よくわかんないよ。4番のプレイヤーが発言します。前半1だけ聞いてたら3、8に見えるから8釣りたいなとは思ったけど、後半1まで聞いたら、もう腹立つから7番釣りたいっていうのは結構な感情、パッションかなとは思うかな。出方的に偽は確かに7ないね。出方偽は7番。ただ8番が僕に対して言うてることっていうのはむちゃくちゃ不当で、ドン進行でドンで出るんやから1番のあれはキャンセルとかなんとかっていうのはむちゃくちゃ不当。そこを3番がよいしょするんであれば3、8もあり得るようには見えるよ。だって同時のタイミングに出てないから。早なしさん、ギフトありがとう。8こ番がれ、霊能使用しただけで、1番も次らでに拓4磨つさりんよ、が、そっか。対抗出ないのか、で、占い使用して、次に7番の霊能使用やから。1番は全然人外やとしたら、あの状況、言い逃れできる状況やからね。状況を把握してないのは8番かなとは思ってるけど。だから言うてることが黒い、8番は。ただ出方偽は7番。言うてることがまっとうやったら8進決め打ってもええかなとは思ってたけど、正直ね、1日目からそうやったんよね。以上。5番のプレイヤーが発言します。まあ、シンプルに、3級ロローが見づらいと思ってるんで、霊能進路じゃないかなと思ってますね。かな。と思ってるんですけど。で、大体間違ってないと思ってますね。だから、3番さんがそこのとこにたどり着いてないのがちょっと違和感で。まあやっぱ3番さんから引っ張ったとき、例えば、まあわからないけどな。まあ、3、8、まあ4も言ってた通りって感じかな。だから、多分間違ってないと思いますけどね。8番に傾いてますかね。ってなった時って、わりかし、ちょっと待って、1こ番れさんは強わ靭とさかあんんのてかなんとかか思らうだけかど、らな、死んさですもがにいいないすか、ね、使ま用じ。するか、1番強靭やった時って。まあでも昨日東京3に行ってるしな、多分3、6比較やったら多分昨日まあ7番、8番の発言を聞いて決めようとは思ってるんですけど、8まあ、の損今害は68番か。さんには傾いてますかね。強靭がないからね。4番さんから8番さんから6取っのてどうす強るか靭よくなわいからなくから6て、に入れるよね、霊7能番、妖8番怪いっでた発ら。言に差異がそんなにないと思ってるんで、聞いて決めます。けど7番6テラさん、のプ9レイヤー投が票発言は。します。4番さんに言っとく、出方で精査してください。しっかり精査してください。出方とかそういうので精査するべきだと思ってます。で、ドン進行って、我が輩の言うドン進行で、2番さんが音と取って、何秒後に行ってくださいとか、何秒で行ってくださいっていうのに構えてたんで、それに合わせようと思ってたんです。それがドン進行だと思ってるんで、それだけです。そしたら2番さんも何も音と取らず 霊能出た、もう一匹出るかなと思って待ってたのもありますしね。3時以外、2時以外出るからね。で、出なかったから、そしたら2番線が占いで出るか、そう出るしかそう、ないで霊しょ。能センサー間出さ違えてそうもに負け。ないと思う。こう、ここが6が青の村霊っで、ていう話です。6出が方村とでか見新て霊く能だ来さい。た負け。それがドン進行だと思ってます。あ、こんばんは。どうなんだろうな。9が狼なら6釣りやすいと思ってるんだよな。6一本。6村だったか。今日は俺3しか行かないです。だって3番さん、3番さん5、
あなた村で、例えばね、村で残って、まあ、7、8、なんでここで最高やろ、最高やろ。3番さんって号泣の精査できない人なんですよね。どうぞ。いや、3じゃね、5がローだったら怖いけど、俺は3でいいと思ってます。飛躍すかす必要ないですね、3番さん。以上です。8番のプレイヤーが発言します。いやいや、ここ4やろ。あ、8やろ。まあ、まず、実施点は多分7番はローだと思ってるんですよ。理由は、まあ、6が白だったんですけど、7番が強靭だった時に、例えば6黒って打って、ご主人様に自身の強靭アピをして、かつ、じゃあ7番仕事終わってるからって言って、釣り縄にかかるまでが強靭の一連の、お仕事だと思って、てるんですよ。で7ってなんかほぼ私と同じタイミングで6白打ってるから7人狼出てると思いますね。7人狼出てんじゃないかなこれと思っていて、あまあそうなった時、まあ、3は相方じゃないんだろうな、まあ5か9なんでしょうね。でもなんか9は結構村だと思うんだよね。しかも9がなんかこれまあ言ったら私はなんか よくないかもしんないけど、9番が6番一本釣りまで言えのって、まあ、騎士とかかと思うからもう57くらいしかないです実施点は。これで37のライン切りとかだったらいやでもないよな。いや573のライン切りにはあんま見えないから。まあでも昨日7番が昨日結局6いってるからわかんない。まあ1番に対しては申し訳ありませんでしたって感じなんだけど、でも同進行の流れがあったから1が、まあいいや。9番のプレイヤーが発言します。8いくかな。まあ単体精査した方がいいと思うよ、ラストウルフの。俺明確に5番だと思ったけど、ごめん。2周目聞いたら発言を。6番に関してはまあ遺言でも言ってたけど、結果的には騎士を釣りたくないからその一本指定に対して違和感を感じたっていうのはどうでもよくて、7番の8番が6番にぶっ込んでて、しかも7番と8番って6番指導知ってるっていう感じだから、7、8に関しては振動かなと思ってる。そうなった時に相方1に返した時って5、7ラインか3、8は薄いと思うけどね。2番さん、俺は5番だと思うよ。1番が白の限りそれぐらいですね。はい、だから別に5番行ってもいいと思うんだけど、ダメなのかな。7、8どうしても行く、うん、まあリスキーだなと思ってはいるけど、それぐらいですね。3番は1日目の1目を聞いたら、普通カメは5番の方が違和感しか感じてないけどね。だから確定してる人間でうだうだ言うやつって人間の特性だとも思ってるし、5番の精査に関して2番がまあ5番を白浮きしてたからまあいいとは思ったんだけど、でも5番ってその後に、昨日なんか言ってたんだよな結局で、なんかねうんって思うことを言ってた、忘れたわ。それぐらい。今3番と5番の発音聞いたら5番の方が黒いと思ったのは俺だけ1番さんって思うけどね。7、8の精査に関しては場面と発言に関して7番が3が狼って言ってる目線はようわからんけど、8番の目線で5番と3番を超えるときに5番がっていうところに関する方がまだって思ったけどね。7、8に比べたら精査がそんなに入ってきたけど、まあ間違ってたらごめんね。7番と8番の精査に関しては俺はラストルフは5番だと思って、相方1は7だとは思ってるけど、うん、変に思考ロックしない方がいいから、まあ1番の見る世界かもぜひ聞かせてほしいと思っている。僕まで強調したらいいね。1周目は8は休んでなかった。プレイヤーが発言します。いや6番さんが白角になってるのって例の新居かなって思うけど、だって2番さんの投票も自分だし、ほぼほぼ占い師って自分でっていうのは分かってたと思うんだよね。だったらどっちか狼いれば6黒打った方が分かりやすいかなって思うけど、強靭だから白しか打てなかったんじゃないの。で9番さんって今8番さんも言ったから言うけど、4占った方がいいんじゃないかとか5占った方がいいんじゃないかとかってなんか騎士なのかなって俺正直思ってたんだよね。であれば霊能心境ですれば、まあ、3号釣り切れば勝てるっていう場面なんだけど、そうじゃないのかな。まあそう言ってる私が騎士かもしれないですけどね。まあ霊能は心境だと思うけど、8番さんの7が狼で見える視点があんまりしっくりこないんで、でやっぱりね
発言で言うと8番さんが変かなと思うんだよね。いやだから別に俺が出ないのが別に村とかっていうのはな全然それはなくていいんだけど、釣り位置の上げ方が平等を全く買おうとしてないっていうのが話を聞いてないとしか思えなかったんだけど。そうやね、うん、俺も8だと思うな。5番さん8球のライン切りかな。3球に見えないっていうのはまあまあいっか。まあ今日は8いきます。全プレイヤーの発言が、私はただの石、私はただの石、私はただの石。これもほんと対抗でないとラインが見えねえんだよな。うわ、7、何やってんのこれ。投票が終了しました。これバーバーさん死んだら勝てんわ。7番の遺言を発表してください。ちょっと待って、バーバーさん死んだらこれ勝てんわ。3投票とか、おい PP なんだけど6強じゃない限り。マジで言ってる。誰入れたんだ。8、8、5、9。ああ、これもう8、9人狼あるんかな。9番って8怪しんでたやん、1周目。いや、3球に見えない。なんで7になったんやろ。5って一番人外要素低いと思ってるんですけど。5ってさ、釣り地なんで3に入れてんの。9が5怪しむのっておかしくない。9番さんって3怪しむ。いや絶対対抗に入れたら勝ちよ。7が強靭ならね。389だと思う。5は間違ってる村ですね。5だけは。人外でも人でも何でも入れるよ対抗。6強にかけるしかないんですけど。いや、3。これ、バオアサシンならちょっとこれやばいよ。いや、3村だったら、3村ケアス下の9番って。3号精査した場合って5の方白くない？どう考えたって9番さん。だから3級に見えてんだよね。3球にしかない。3球だったとしても8つってからにすりゃいいのにも。ああ、もうちょっと9占っとくか。9狼だったらあれやね。これ98じゃねえんかな。白か。何これ。あちゃらみさんありがとう。ヨーヨーさん、左キさんありがとう。1名の方が亡くなりました。2番、3番のプレイヤーが発言します。なんかさ、だって7番さんさ、まあ、なんか俺が5級、5番さんだっけ言ったら分かんないけど。トロスターさんありがとう。分かんないよ、5級で。だって。直輪し。分からん。7、8の。なんだ内訳もわからん。で PP ないってことは6番さん強靭で落ちてる世界線しかないでしょ。まあ6番強靭でどうなんだろうね。占いから、あ、霊能から行こうとして自滅。いやでもあんま意味ないと思うけどね。なんかグレー釣りだし占いもらいに行こうとして、これも8期目打ちだからね。ないと思うけどね。6は村でいいと思ってるから7番黒でいいと思うんですよ。だから6に入れた、8に入れたとこ2、4、1か。5番も7いってんだよな。9も7いってんだよ。2、4、1。え？うん。なんか。これ全員7いってるやん。みんなね、人外だって言ってる要素が薄すぎて、村っぽいって思う人がいないんだけど。これ、PP じゃ、これ7死んじゃねえの。だ7に入れてるやん、グレー全員。お無理。無理。わからん。え、なんかさ、嫌なんだけど、俺最初。
記憶力悪いから。なな、今日で釣られに行ったとかあんのかな。なんかでもね、なんだろう、みんななんか人外要素が。なな、今日やった8つって強人数用でいいからね。のプレイヤーが発言します。別に、今日アップする必要ね。まあ、8番さんが PP 宣言ないことから、8番が新強やと考えると、いや、7、8強人なら PP するよ。色潜伏してんの見えてるから。何これ、7の相方おらんやん。8信ないのね。8番信ないのね。7、3のライン切り。2、4、1。8番の方が2攻めに見えたなぁ。いや、申し訳ないなぁ。8番深夜としたら、ああ、もう6番で強人も来てる可能性か。3、8だったら言えれんのや。6の強人があるから。考えにくいなぁ。5行きましょうか。5通しましょう。しゃあない。バランス釣りで3っていうのもありかなとは思ったけど。俺3行きてえけどな。騎士出えへんの？騎士。出なくていい。最初に出た方深夜と見るけど。ちゃんと準備してるでしょ。いやいや、ニグッチョがあるから。やったら白諸点やな。なるほどな。9騎士か、これ。5行きましょうか。以上です。5番のプレイヤーが発言します。まあ、8番決め打ちってことなんですよね。割かし、俺9番騎士だと思ってるんだけど、まあ、出てきてほしいと思ってますね。9がだんだん黒く見えてきてるんで、9が騎士なら出てほしいなってマジで思ってます。2番が言っていたように、2番が5番と9番を弾くって言っていて、騎士が出てこなかったから、9番騎士だろうなって思ってたんですよね、1周目から。これ俺の最大の白要素かなと思ってるんですけど、だから、俺が狼の時って9番目の選択できるんですよ。5より。で、噛まれてないってのが、多分。最大の収容所かなって俺思ってるんですけど、ね、自身で。てか9視点なんでそうならないんだろうと思ってて、し加えて9番っていう人物が騎士を持ってる時って、多分俺の昨日のグレースキー飲めると思うんですよね。俺は9番が騎士だと思っていたからこそ、ラスルーチがもう3番しかいないから霊能に進路が出ていると思ったんですね。ああ、面白い。その考察が9が黒いあるから、特になんか忘れたけど5が黒かったって言われたら、もう俺9黒にしか見えないんですけど。かな。で、まあ6番が強人かどうかなんか分かんないんで、まあ9番が騎士じゃないんであれば、9番投票します、僕は。9がラスが。8番のプレイヤーが発言します。はい、まあ7黒だったので、まあ、一番ラインとして引っ張れるのは5番かなって、昨日9番さんが言うようにね、5番かなって思いますね。だからもう5でさすがに終わると思うんですけど。けど5、7釣りをしてなかった。あれ3も7釣りをしてたか。まあ5番は、俺なんか3、8ありそうなんだよ、ね。まあ、3も5も9も、あ、お金がない、お金がない、コインがないです。ごめんなさい。3も5も9も7番に行ってるけど、行ってるね。まあ行ってるけど、まあまず7、3は100ない。100ないと思う。多分。だって、1日目の2週目かな ?1 日目の2週目、7番確か3、6どっちかに行きたいって言って、まあ結局6に行ってたけど3を提示してたわけだから。で、昨日も、まあほぼほぼ指標で3に入れてるけど、7、3がないと思うから、もう5行って終わんじゃないかなと思います。釣られてもさ、これ9は噛まれんやろ。7、3はないでしょ。
もう59で終だわかんらじゃ1ないか。で5ゴッでチ一ョブ緒。出せれるんやえ、ね。9番さん騎士とかなら、なんかもう温度、だって9番さんが騎士とかじゃないなら、こあれいつ騎士に言っ出てる。したまあ、くもう5でね一え緒、ん5やで終ね。わりじゃない？出したいの？カメあるよね。9番のプレイヤーが発言します。まあでも、駒さん黒かったよ。ぐらいかな。で、ワンチャンあるのはまあ一番ぐらいかな。共鳴があるのは。それぐらい。だけど、6番のその課金も出すムーブに関するものっていうのはやっぱ6ずりしかなかったと思うけどな。俺はね。3番に関しては浮き1だったけど、何なんだろうな。駒さんのセンサーの仕方かな。2番さんに対してその触れたところといか。まあ、あやー、と、こ9番にれ、関して。まだで、ちゴなみツっに、てグッ自チョ分ボがクセ狼もだっまだたあらってる発言はいから。らんし、あの場面っていうのは確実に2番の連が目しかないから、はい、それぐらいですね。だから資料しても何でもないです。5番さんの。ちなみに言っとくけど。はい、それぐらいです。3番な、1日目の1周目に関しては浮き地だったんだけどな、2番の進行論に関しては。2周目に関するものっていうのは。で、まあ、7番と8番どっちかは俺はウルフだと思うけどね。本当に。だから8番ウルフだった場合とかっていうこと懸念もすべきだとは思うけど、まあ4番もそういうふうに言ってるんだからいいんじゃないの ?5 番で。1番さ、これ割愛するけど。まあ、それぐ らいい。やー、で、俺教授なんが6か番で3、落ちて8たら、あまありそ5番行ってう3な番行っんただらけ終わりどだからぐらいしな。かないけどな。安直すぎる ?1 番さ。7番の真殺してて8番ウルフだっていうケースもある?7番が死んで8番教授っていうケースもある?1番さんにどんどん聞いとこう。はい。だけど、この場面で、結果的に、8番、5番行こうかなっていう発言になってるし、4番ももう5番で決めようかなって話になってるし、3番に関するものって1番で9番が白だったら5番に行くって話になってるから、ほぼほぼ1番さん5番になってるけど、これどうしようかっていう感じだけどね。はい、それぐらい。1番のプレイヤーが発言します。いや、今日正直8行きたいけどな。だって7、なんか今ちょっと3、8に見えてる。だって8に入れたのって隠し色の1、2、4だよ。そうそうそう。まあ、6あ番さん騎士ね、まあだろうなと思ったけど、強いから。で、ディグっちゃも大きい。7が狼で、ライン切るとしたら3番さんぐらいしかいないと思うんだけど、だから8番さんの37が100ないと思うっていうのも、全然思考が合わないし、いや、5番さんが57であれば、5番さんって全然8に入れたって何の違和感もない、ない。8番さんの方が発言は偽っぽいってみん俺な3言ってかるんらだ行くから。のが安パイだと思うけどね、8がまあ、ゴむンしスろリラをしてイるン切りかがあるとすれば、37のライン切りっていうのはあるかなとは思うけら。ど。まあ3行っても8に縄届かんからな、もうダうメか、決め打ち失敗したん。時点で。まあ確かに5番さんのその紙の話は、巨番さんが言った通りだよね。占い連紙してるんだから、別に巨番さんが生きてること何の不思議でもないなとは思ったけど。ああ、どうしようか。もう正直3、8に見えてるけど、何、5行くの？まあまあいいや、俺は8に行くけど、まあ好きにしてください。1強か。1最終便所で4釣りをしたのやっぱ臭かったよね。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは5番ああ、負けのた。遺言を発表してください。やっぱ3か。まあ、釣られちゃったんでしょうがないですね。やっぱ俺の号泣弾い9たの番良さんかったんにだ。なんか執着するような感じになっちゃうんですけど、言う必要ないって言われてたけど、2番が5番と9番弾いて、9番から騎士出てこうへんくて、それで騎士が潜伏していて、9番さんの6番一本釣りの発言やったら、俺がい狼なら9がやー、騎士こなんかれ一プ発テ出ラしてこさまんすよ。強ならまいや、だあ何るでんけ付ど、けて1まし強て、やろうな、1があなた騎士だって。初釣りねえわ、初連釣覇るしかならないっていうの3だはよ思考ね。力じゃないですかね、と思うけどな、その考え方の違いなのかな。はい。夜が更けました。人狼に気をいつけや、てくもうこだれさい。38じゃねえの、38人狼1強じゃねえの。
9番もうちょっと辛抱してほしかったな。もしかしたらこれ休暇目はなかったろうから。夜が明けました。昨夜は終わるか。なりました。9番あら1番終わんねえのか。発言します。あ、終わんなかったんだじゃあ3するか8するかって話ですね。どっちだろうね。まあまあ3、7はさっきの話も言ったけどあるかなとは思うんだけど、ね、7が8なくてよかったな。これ唯一ライン切りするとすれば3番さんなんだよ。だから8番さんは9番出なきゃな。芯であればね、ロラできたのにね。57ザッツキってのは全然7に入れる必要ないから、コマンさんは。まあまあ2人の発言聞いて決めます。けど8号ねえやろ。8号釣りをしてるから。ああ、なるほど。58ロー6強で合ってるよね。7番死んだろこれ鳴らしても俺あれだよね、確定村になったよね。なんかごめんね、でも7番気に食わなかった。てかさ、あの一番村だよね、意味が分かんないんだけど。3番7番狼で3番が7番投票しますっつって、5番が3、8だと思うから俺8入れるわっつって7番入れてんだよ。なんで5番老塾のなんか7番とか8番より3番老塾の7番ライン切りの方を追ってんのかが分かんないんだけど。これ1強なら4に入れますでいいから、1の強じゃないから。びっくりなんだけど、ちょっと分からん。なんか初週の2番さんへの組取りもあるから、なんかまあ俺が間違ってんだろうなと思ってるけど、俺は分からない。9番騎士なんだ。なんか9番っていっぱい喋ってるけど、なんか中身ねえなと思って、ごめんね。なんか僕の方が中身がないですけど、なんか3番は浮き1、1周目1周目浮き1、2日目よかったしか言ってなかったからだからぶっちゃけ5も9も分からなかったから、まあ5番がなんか3が7っつってるから3、8で8いくっつって7投票してんのがまあ5、8でした。分からんね、ってことで。これそんぐらいしかない。プテラさん、強人だったらうまいよね。7番に強人に見せなくて俺の占い地入ろうとしてるの。のプレイヤーが発言しかも1占ってって言ってるから。あれはちょっと強人ならうまいけどね。どう取るかやな。けど釣られるわね、あれ、あの発言は。7番深夜とは思ってませんでした。すみませんでしたか。いや、難しいな。昨日の時点で PP なかったから、8番の行きたいところに合わせてよかった。8番が落としたところが結局白かった。ってなると、この盤面は1番が強靭でなければ8番がローっていうのも得る。まあ3釣るよね。8釣る進行はないから。いや、でもね、ごめんね。これ僕は、これ例の決め打ち盤面やったと思ってんのよ。結局は。そこで民意で7番落としてるっていうことは、僕は8番にはよういかんかな。まあ普通はそうよね。8番に落とそう、8番を落とそうとした人間もおるわけよ。でも民意は結局7番になったんよ。今日は僕7いきますね。ああ、じゃあ7死んでるから8番もう7死んでるから。はい、まあ結果さんの7ロードだったっていう。面白いね。ごめんなさい、昨日私も37は100ない57で終わるでしょって言ってたから
てかまあ別に3に黒要素私もないなかったからこれまで3なんだ100ないって昨日言っちゃってたから57で終わるって言っちゃってたからあの、まあ、終わってなくて、まあ、だから3がローだったってことなんだけどまあそうだなまあじゃあ仮に58ローローだった時まあ7番さ死んだら8位でないねこれ昨日の盤面じゃあもうダメだよね、まあ、7三のライン引きだっていうことを提唱して3釣りに持ってってもいいわけよでかつ昨日確か5番って9釣りたいって 1周目に言ってたから、まあ、8番は別に5番を釣り押さずまあ、3とか9とか、結果9は遅めに騎士使用したけど、5番に乗っかって3とか9とか釣り押せばよかったと思うから、わざわざ8番が、58ロールだった時に、8番が5釣るって言わないのと、あと58ロールだった時は、7黒じゃなくて、じゃあ7白打ちますね。7白打って、グレーに2ロいますねっていう考察を落とすと思うよ。結果だから3ナローローだったの。まあ、昨日、私が3に投票したのは、1番が3ナライン切りも見えるんじゃないって8番って言うから、まあ、それもあるかなと思って入れた。まあ、3行って。さあ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 。いや、霊能神器わからなかったね。俺、蜂がちょっと一周目にヘイトカーの動きしてたからね。いや、霊能こそ釣りをしていいんやけどね。陣が炙り出すためにも。ん ?4、3が8、4! 8番。4番も蜂釣りないって言ってたじゃん。ヨマさんもう一回聞きたい？ヨマさんもう一回聞きたい、うん、まあ、5か6で強靭が落ちてると思うならいいけど正直ごめん、私もね、3番から黒要素っていう黒要素拾えてなくてでも7の黒を知っていてもう5、7で終わると思ってたから3の黒要素っていうのはないですね、申し訳ないんだけどまあ、言えることは、じゃあ58ロールだったときに、昨日のもうあの時点で、まあ、3釣り押せたよ。じゃあ58ロールだったときに、5番が9が騎士なんじゃないかって言っていて、じゃあ9の騎士を省いて3釣り押せたよっていうのが、まず58ロールの否定ですね。もう37だから3行ってくんないかな。山田さん行って。うん。3でお願いします。3番のプレイヤーが発言します。なんか8番さんの話聞いてさ、4番さんがとりあえず話聞きたいから8入れてくれたのかなとかちょっと思ったけど、素直に喜びました。でごめんね、1番さん。本当に、だって8の言う通りだからね。同進行だから別に1番が出た出ないで、1番の村とかなんないから、そもそも。なんか順当に2番 CO ないです、3番 CO ないです、4番占い、5番霊能、6番占い、7番霊能とかだったらまあわかるけど、だって7番ってさ、俺の1番の発言の怪しい要素を全部ぶった切って盤面で1番釣り落ちてるから3番が苦労みたいなこと言ってるでしょ。意味がわかんないもん。いや。あもう俺視点5、8しかないんだけど、5番ってだって8行きは3が7だから、5は8いきますって7投票して昨日5、8で俺入れてんだぞ、おい。もうマジ勘弁してください、ほんとごめん、一番許して。薄いね、これ。いやー、8はもう釣られんやろ、決め打ってるから。ん？何？8言ったか。追放されるプレイヤーは、ゲーム。うわー、つえー、これ。ありがとう。ようやっと最終日に8番の正当性がないことに気づいたわ。いやー、ありがとうございました。よく巻き返したなと思いました。プテラさん、うまかったね。あれ。テラさん占いしようかと思った、狂人がないから。
6番強人でしょ。うん、強人だった。いやー、福寺さんよかったっす。ありがとうございます。あれかな、やっぱさ、7白打って、7白打って、9騎入れて、3号ロールでよかったかな。3号ロールです、これは。つったらどうなってたかな。まあ、しょうがない。その方が信用あるかもしれん。まあ、2と7がブラの時点で、これはしょうがないと思ってる。ありがとうございます。またお願いします。ありがとうございました。